こんばんは、菅田将暉です。2022年1月24日月曜日、この時間は僕菅田将暉がお送りしてまいります。新型コロナウイルスの感染が拡大、していますね、拡大しております。皆さん大丈夫でしょうか。オールナイトでもですね、オードリーさん、ファーストサマーウイカさん、そして霜降り明星さんと、本当にまあ今一度ね、気を引き締めていかなくちゃなっていう、本当業界内でも増えてる、ますし、きっとね皆さんの周りでも広がってると思うので、まあね、何をするにも健康第一なのでね。まあただそのね、とはいえやっぱりやることはやってるし、やらなければいけなかったりもするし、ずーっとテレビ等のねニュースではそこのね、みんな議論ですけれども、なかなか難しいですね。ただまあ、本当に締めるとこは締めて、で、やれることはやっていくしかないのかなと本当思います。皆さんも本当にお気をつけて、ください。そんな中、景気のいいニュースが入ってきましたよ。第45回日本アカデミー賞優秀賞が発表、菅田将暉ノミネート。ごめん、寝ぼけてんのかな。俺本当にごめん、ちょっと寝てた。ごめん、寝てた。俺これはちなみに仮面ライダー決まった時もこんな感じでしたね。今思い出した。そんなわけないから。いやー、ありがとうございます。花束みたいな恋をしたで、優秀主演大優勝をいただきました。3年連続のノミネートみたいです。です。はい。ね、ありがとうございます。3年連続という。いや、これは、すごいよ。これ多分すごいことよ。なんか、ね、なんかなんでしょう。まあ、毎年この話をしているから、偶然にも。なんかもう、慣れてる感じ出されても困るんだけど、これはすごいのよ。うん。もちろん、賞が全てじゃないよ。ね。でも、俺もびっくりしてるけど、いや、すごいよ。ほんと。うん。でもなんか、なんでしょうね。あんまり。うちのブースの中の祭り感がゼロなのは。もう知ってるよ、それみたいな。なんか。すごいんだよ。ほんと。あんな遊びできないんだからな。なかなか。いやー、もう本当に、ね、びっくりしてます。まあ、花束みたいな恋をしたという映画はね、個人的にもほんと想像以上に。広がってくれたなっていうのは感謝ですし、まあまあ、緊急事態宣言下の公開だったりもしたから、うん、思いのほかたくさんの人に見てもらえたなっていうのも感謝ですし、まあそうしてね、さらに作品が評価されるっていう、こういうとこ読んでもらえるっていうのは、やっぱり作品全体のね、で、また、同じ主演の有村さんも一緒にノミネートされてもいるので、なんか僕はそこがやっぱ嬉しいことだなぁとも本当思いますんで。いや、受賞式自体は本当に楽しみですし、嬉しいです。ただまあ、ちょっとだるいのが、松坂桃李もノミネートされてるっていう、部分ですね。松坂桃李、ちょっと、邪魔い。まあ、ぶっちゃけ、ちょっと、邪魔いなーっていう。ちょ、邪魔い。まあ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 、ね。もうちょっと先輩やし、役者としてのね、桃李くんの凄さ知ってるからこその、邪魔い感じは、あるよなー。まあ、ただでさえね、今年はほんと。今年はほんとね、ドライブマイカー等々の西島さんとかの感じがあるし、その、いやいや、てかまあ、去年もよ。その、今までもよ。役所さんのね、とかもあるし、その、なんていうの、
あの、いや、やっぱり、その、いろいろあるけど、ずっといかついのよ。やっぱり、こういうところで、出会う人たちと作品の強度っていうのは、いかついんだよね。本当に先輩しかいないんだから、基本的には。そんな中にこうね、混ぜてもらえるっていうのは、まあ、嬉しいけれども。どうせだったらこう、あんま知らない先輩たちばっかりだとね、あれだけど、やっぱ通りくんがいるっていうことが。まあまあ、とはいえ、私がいただきますよ。はい。はい、まあそれはもう、ありがとうございます。このセリフももう3回目とか下手し4回目とかか。そうか、そうか、3年連続で、最優秀取った年の次の年は行ってないから、多分その年にもこの遊びしてる、遊びじゃない。あの、間違えた。あの、俺がトリオやってるから、4回目とかなのかな。いや、本当にありがたいことですね。めでたいです。まあ、まあ、だからそのあれですよ。先週のゲストの通りくんですよ。ね。来てくれて、まあ、相変わらずな、通り節みたいなのも炸裂しつつ、なんかね、ありましたよね、ネットスラングの、その、赤を、タクと読む、タクって読むっていう勘違いしてた。ね。ありましたよ。その、なんか裏赤とかの、アカウントの赤、ですよね。を、タクって呼んでるっていう、あれはだから、その、もうさ、あれでしょ？その多分その、もうだから、もうで、あれは、あの時もさ、終盤やったから、分析する時間なかったから、ちょっと分析してみると、その多分、通りくんの中で何が起こってたかなっていうのを、分析してみると、多分あれですよね、開拓とかのタクっていう字が、手辺に意思で、タクっていうあるでしょ？多分、あれにこの赤、アカウント赤、がこう見えたんでしょうね。この、まあ、この感じ確かに、まあまあ、なかなか他では読まへんし、あんまよく知らんけど、まあ、ま、てか、なんやこの字。なんやこれ。え、なにこれ。土辺に、このなんか、なんか、屋根みたいなのがついて、下に、位置と口っていう。なんやこの字。この、なんか、右の亜種。右の亜種か、こいつ。そうやな。横が突き抜けてたら右になるもんな。右の亜種、土辺に右の亜種のこの、あんま見ない字。多分これ、なんやこの字。あんま見えへんな。どういう意味なんやろ、この赤って。ねえ、全然知らんけど。まだ、多分、要するにこの見慣れない字をみんなが、その裏赤とかって言ってる赤を、多分このタク、開拓のタクやと、多分ね、チラ見で読んでたから、そういうとこになって。で、多分それ友人が言ってたみたいに言ってたよね。あれさ、俺ちょっとそこも怪しいなと思う。人のせいにちょっとしようとしてたよな。あれ。なんか友達がタク、なんか、あれなんか友達は裏タクって言ってた。うわ、ちょっとそいつにも言おうみたいな。なんかちょっと、うわ、そいつのせいやって、みたいな。そいつ、うわ、裏タクって言ってた、あいつも間違ってると思うわ、みたいな感じ出してたよな。あれ。ほんまかな？あれちょっと怪しいよな。どうなんや、あれちょっとなんか。いや、だって冷静に考えて、あの人に、そんな話し相手いないよ。いない。いないもん。うん。だってもう、古老ですから。コローの地ですから。本当、いや、そうでしょう。いや、だから、俺は架空の人物やな、あれはな。人のせいにしてる、あれは、絶対。俺は、なんかそう聞いたから、みたいな。その、架空の友達がちょっと言ってたから、俺はこうなって、お前ちょっと蹴るとくわ、っていう。いや、絶対そうや。マジで。聞いたろ。いやー、だからその、流れ的には、その最後の、ね、告知ありますかっていう最後のね、で、タイミングで聞いたら、なんか趣味宅を始めますって言い出して、ほうほう、おう、ああ、みたいになって、趣味宅、うん。で、まあ、それ、宅じゃなくて赤じゃないって、
なって、で、最終的に本当にそうで、ああ、ってなったっていう、その、マジで俺も、急にさ、何を、あれ、なんや、たまにああいうことするような、趣味宅を始めます、みたいな。なんか、で、最初聞いた時は、で、本当にマジで俺は何のこと言ってんだろうって思ったけど、まあ、ようわからんけど、で、あと時間もないし、もう終盤でお別れのタイミングやし、でもなんかまあ、通りくんのその、なんていうの、界隈含め、スラング、ネットスラングとかで、なんかまあそういうのがあんのかなみたいな。で、まあ、なんか趣味のなんかの言葉、用語で、で、まあみんなが分かってんやったらいいわ、みたいな。で、みんなこう、うちのブースの外のみんな分かってたらいいわ、みたいな。でも、どうかなみたいな。で、まあ、流そうかなと思ったけども、やっぱり流せず、もうメールがリスナーから来て、ね、で、やっぱりリスナーもやっぱそうやんなみたいな。これは、多分アカウントの赤、裏赤の赤のことかなみたいになって、発覚したという。いや、だから、その前までのさ、遊戯王の話とかはね、もう結構今回割と、わかりやすさとマニアックさとか、こう、いい、ちょうどいい感じのラインで、なんか、いつもダメだったのに、ね、ここ数回は全然なんか、いまいち、飛び切らずみたいな感じ。初回と翌週来た時はバーン行って、みんなもそれが楽しいってなって、でもまあまあまあ、なんかね、やっぱり何回もやるとみたいなのもあんのかなと思ってたけど、やっぱ今回はそこも面白かったし楽しかったし、で、しかもからのその蕎麦作りにハマってるみたいな、で、プライベートも面白かったし、なんからしいし、で、全部良かったからこその、なんかいい感じで終われそうやなってなったからこその、やっぱ最後ぐちゃぐちゃになったな、っていう。ねえ、やっぱやらかしてくるよな。もうそういうのやめようって、綺麗に終わろうとしてたのに。で、終わって、あれですよ、その、で、なんか、アカデミー賞の、その話、チラッとしてたでしょ、あの人、先週。アカデミー賞の授賞式で今年もなんかやれよ、お前、みたいな。ね、言ってましたけど。だからその、要は、あの時には、その、あの時にはね、まあ、通りくんも俺も今回まあ受賞しましたと。まあ変な話、こっちにはちょい先には通知も来てるから、あの時に俺は知ってたわけですよ。ね。で、うわ、どうしようかな、みたいなこともあったから、でも通りくんも多分知ってたわけですよね。そのタイミングであれを言うっていうのは、めっちゃ悪くないですか？ね。で、もっと言うと、そのタイミングで彼がそれを言うってなると、もう彼も参戦みたいなことになるよね。それはもうだって自分に返ってくるよ。だってなぜならこんだけ浸透してるあなたも行くんだから、みたいな。それはだって、でもそこは頭が回ってないっていう。いや、どうか知らんで、どこまで聞いたか知らんけど、いや、でもね、その可能性がある中でそれを俺に振るってことは、絶対、もうこれはだって彼も参戦ってことになっても仕方がないよね、流れ的に。うん。いや、だからやっぱ、うん、頭があんまり良くないんだなと思って。そこまで回ってねえんだなと思って、あの人は、本当に。こっちにまで引きずって。ね、俺が引きずって落とすなら申し訳ないけど、今回に関しては、トーリー君から二人をこう、下ろそうとしてるから何をしてんねんなっていう。いやー、一体ね、もうだからもうそれはもう参戦ですよ。うん。どうしよう。一体彼に何をやらせましょう。もう道連れですよ。うん。いやでもやっぱ、うん、二人ともやっぱやらんでよくないですか？いや、待って。うん。待ってよ。うん。そうや、設定がな、良くないからな、あれは。そもそも、うん、そんなことをする場ではないし、うん、1回や2回の話じゃねえからな。いや、ちょっと、だってな、まあまあ、ゲスト見るかあんま話してもあれないけど、でもまあ、ねえ、どう、なんか、そうか、その、最優秀候補は5人いるわけでしょ？の、今回のうち2人が僕ら、ね。2人が、5分の2がそんなことしてしまうと、最優秀賞はドルルルルの時のあの画面の5分の2がそれをしちゃうと、多分それはもう本当にちゃんとダメだから、うん。マジで笑えないことになるから、そういう場じゃないんだよっていう、うん。
つになるから、これは本当多分ダメなんだよな、なんか。うん。いや、だからもうなんか、いいよ、その、わかんない、その、もうだから、もう僕は腰据えてアメリカでやるからいいんです、日本は、みたいな。テンションであるといいよ。そういう規模感のやつだったらいいよ、別に。うん、本家知ってるし、みたいなやつだったらいいんだけど、違うし、全然まだまだ日本で俺らはやるから、やりたいから、ダメなんだよなぁ。ちゃんとダメなんだよなぁ。そんなことする場じゃないんだよなぁ。神聖な。いや、だから、最後は、普通にやるわ。うん。もう、これは、こればっかりは、うん。そうしよう。うん。なんか、オールナイト的に、最後は、やっぱ普通にやるよ。それは。うん。それがいいと思うし、うん。あなたたちのためでもある。それが。うん。それがそうじゃない？うん。だって、ば、こういうのってこう、バレてないからこそみたいな、知られてないからこそみたいなあるでしょ？ねえ。でももうね、だいぶこう、知られてたりもするし、取材とかでもたまに言われてもなんか、うん、どう言ったらいいか。で、意味がないから、うん。うん。だからこれはもう、だからもうそこ、今回はもうやめにして、もう最後は普通にやろう。それがいいよ。うん。というわけでね、まあ、授賞式普通に楽しみにしててください。まあ、ほんとめでたいことなんでね。それでは、今週も始めていきましょう。菅田将暉のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、菅田将暉です。毎週月曜日のこの時間は菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。ちょっとまず菅田将暉、からのお知らせです。私菅田将暉の、2020年から2021年の、にリリースした曲を、まあ、まとめて収録をした、菅田将暉2020から21ソングス、コラージュを、3月9日水曜日にリリース決定です。まあ、アルバムみたいなものだと思ってもらえれば、いいですかね。まあ、コラージュというタイトルで、まあ、2020年、2021年度は結構、よりいろんな人と曲をやらせてもらったことが多かったので、まあ、それを、一枚にこうまとめたもので、まあ、それぞれのこの MV 等が全部入ってるものでございます、基本的に。はい。で、だから全部でまあ10曲ちょいぐらいかな。うん。で、8曲、あ、全然嘘ついてた。8曲。8曲でしたか。ごめんなさい、ちょっと、普段いない音楽の人がうちのブースにはいるんですけど、8曲。ごめんなさい。ここ大事ですよね。8曲です。はい。適当にやってるわけではございません。で、まあまあ、コラージュということで、まあ、コラボしたものになってまして、で、まあ、この、まあ、タイトルもね、なんでコラージュなんやって言われると、まあ、なんかコラージュってあるじゃないですか。いろんな人、写真とかを切ったり貼ったりなんだりするコラージュのあのコラージュなんですけど、まあなんかいろんな人の個性と個性をこう、なんか、ちぎったり貼ったりなんだりして曲を作っていくみたいなのが、まあ、合ってるかなっていうのと、あとまあそういうパッケージでアートディレクションが結構したかったっていうのもあったりして、まあコラージュということになりましたね。で、まあまだ全然言えないことでもあるんですけれども、ちょっとしたこうね、買った人だけが楽しめる、特典みたいなのもあるので、ちゃんとうちのリスナーも楽しめる特典っていうのが入ったりもするので、ちょっとぜひその辺は後々 お楽しみいただけたらなと思っております。本日から予約受付開始します。ぜひ。そして今日は山崎賢人が来ます。山崎賢人、よっよ、山崎賢人、よ、環境依存文字、よ、山崎賢人、よ、いいね、今日も環境に依存してるね。よ、検索エンジンでは引っかからない、ザキ。よ、環境依存文字。ねえ、あれはね。まあ、でもだいぶもう環境、やっぱさすがですね、さっきこう、いろんな他の検索エンジン見てると、やっぱ山崎賢人となれば環境自体が変わってきますね。
環境に依存してこう、立つ先ですみたいなのが減ってきたもんね。やっぱそれは、なんか、昔から知ってる友人としては、こう、ね、有名になってる事実っていうのは、なんか一個ありますよね。うん。山って打つ山崎健人出てくるみたいな。ああいうのってやっぱ嬉しいですよね。そんな山崎健人、2018年の2月以来、4年ぶりの3回目の登場です。そんな空いたんですね。最初は、一番最初来てくれた時は、実写化やりすぎ俳優スペシャルをやりました。ひどい態度ですね。アンチみたいな言い方ですもんね。で、そして前回は、とどめのキスの時の、まあ、さよならエレジーという曲で僕は関わらせてもらったんですけど、その時の、に来てくれたと。で、まあまあまあ、公的にはそういう感じだったり、まあ、ライブにも来てくれたりとかありますけれども、まあ、古い付き合いでございます。なので、まあ、オールナイトやってる間にね、もう一回話しておきたいなということで、来ていただきました。では、今日もリスナーのあなたにメールで参加していただきたいと思います。今日は、山崎健人が来てくれるんですけれども、番組ダウンの久しぶりなわけですよ。で、ちょっと僕も今、喉を詰まらせましたけど、その、まあ、だからこういう、これぐらいちょっと4年とか空いて喋るってなったら、一体何を喋ったらいいのかなって、ちょっとこう、失礼。わからなくなるときってちょっとあるでしょ？めっちゃ仲良かったりする人だったりするこそ、久々に会ったときに何を喋ったらいいんかな、みたいな。喋りたいこといっぱいありすぎて何喋っていいかわかんないよね、みたいな、こう、ヘラヘラする。あの感じね、最悪なんで。ちょっとそうならないようにも、ちょっと、二人で会話に困らないように、二人の中でちょっと盛り上がれるような話題とか、なんかゲームみたいなのがあれば、ちょっとリスナーちょっと今日はそういうの送ってください。まあだから、いい感じに間が埋まるメールですね。はい、お願いします。受付メールアドレスは、suda@allatnippon.com、suda@allatnippon.com。番組にメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組オリジナルの赤ペンをプレゼントいたします。住所と本名をお忘れなく、同じ内容のメールは1通で大丈夫です。ツイッターのハッシュタグは、シャープ、菅田将暉 ANN、ガシガシつぶやいてください。ということで、深夜3時までの2時間、最後までお付き合いください。菅田将暉のオールナイトニッポン。この番組は、サミー、栗本鉄工所、ワンカップ大関、味噌カツヤバトン、商船三井フェリー、日本外資、福島ガリレイ、信用金庫、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。では本日最初の曲です。菅田将暉2020-21ソングスコラージュにも、収録されています。菅田将暉で星を仰ぐ。菅田将暉のオールナイトニッポン。この番組ではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは suda@allnightnippon.com suda@allnightnippon.com です。須田の綴りは SUDA です。お待ちしております。おいおい、解き放ってもいいんだぜ、光のラジオってやつをよ。菅田将暉のオールナイトニッポン。この時間は僕、菅田将暉がお送りしています。リアクションいただいてます。ラジオネーム、トリケラトプス。菅田さんが山崎健人という名前で一人ボーリングに行った時に、スコアが150ぐらいだったと喜んでいましたが、昔山崎さんは、インタビューでボーリングについて、最高スコアは250くらいと。言ってました。250。そうなんですか、山崎さん。え、これもう喋って大丈夫？大丈夫です。え、すごい、え、すごい。リスナーの人すごい。検索してる、検索？え？え、ちょっと待って。いや、ね、ほんと、多分。あ、これはほんと？めちゃめちゃハマってた時が。マジ？なんか。やば !250。でも、最高が300だよね。そうそうそう。で、
俺、行っちゃったんすよ。行っちゃった？行っちゃった。普通の投げ方じゃなくて、うん、カーリングの投げ方をしてたの。その時。待って、行っちゃった。行っちゃった。大丈夫これ。環境的に大丈夫。環境的に。一時、俺わかんないけど。ケントはボーリング場で行っちゃった。いや、だって。違う、ボーリング場で、250も行っちゃった。ああ、250行っちゃった。行っちゃった。ああ、なるほどね。普通に行っちゃっただと、うんうん、ちょっと、うん、大丈夫かな。何が大丈夫かなっていうことによって。いや、わかんない。俺はあんま、ボーリングリテラシーが俺多分低いから、あんま分かってない。行っちゃったが、ボーリングにおいてどういうことか分かってないけど。最近ボーリング行った時は、うん、全然行ってなくて、うん。じゃあお前行ってってやめろ。お前が言ってんだからな。行ってって。なんで行っちゃったって何まあ、なんで。で、え、250って何って何玉遊び待って、玉遊びをしたんだよ。玉遊びはオッケーそう、玉遊びじゃん。玉遊びをしてたの。玉遊びしてたら。そうでしょ玉いじりして。そう、玉いじりしてて、こう投げて、投げて、まっすぐに突き進んでったの。ああ。そしたら行っちゃったの。ああ、ちゃんとまっすぐになって行ったんだ。行ったの。なるほどね。カーブはかけてない。ああ、そっか。その時は。ああ、そういうことか。それで、うん。ちょっと、ちゃんと話して。いや、それを、お前だよ。ちゃんと話すのは。なんで、こっちのセリフ。いや。あのね。うん。普通の上げ方に飽きるぐらい結構言ってて。うん。その時、この。なるほど。その、カーリングっていうのは、そうそうそう何カーリングってだって一緒に滑っていくじゃん。待って、カーリングって。あ、行っちゃったってそういうことか。いや、お前も行っちゃったのこう。行ってないの。カーリングみたいに。それは行ってないの。俺は行ってないの。何じゃあ、弾は行ってんの。じゃあ、お前は行ったって言ったじゃん。こう。内面の話え、違う。内面って言っちゃっ内面は全然行ってない。内面は行ってるけど、体は行ってないみたいな。じゃあ、なんで。え、すごい。複雑。無性その、何ちょ、どういう、その、何何のメタファーその、どういうこと待って待って待って。カーリングみたいな投げ方をしたって言ったじゃん。そうそうそう。カーリングはだってさ、みんなでこう、ふいーって滑りながら自分も話すじゃん。うん。投げる側。その、擦る側じゃない。お前さ、わざとやってるだろ。やってやってないのよ、これ。本当に。マネージャーさんは、ふんふんふん言ってたぞ、今。俺はちゃんと見てるし、キリいいところでって思ってんのに、どんどん擦るだ。擦る側じゃないのよ。カーリングみたいに擦ったんだな。そう。いや、投げる側、カーリングの、しょうもない。話す側。しょうもない。もう、親父だよ。老けたな。親父なのよ、お前も老けたな。親父なのよ。もう親父なのよ、須田君。しょうもない。やっぱそういうとこの脳がバンバン。あっそう。いや、でもさ、俺のスコア見て。え、見たい。俺はさ、これで150なのよ。ね？ちゃんと山崎健人って名前で、俺一人でやってきた。山崎健人だわ。うん、やってきた。じゃあこれ隣にいた、ファミリーの中学生ぐらいの娘はずーっと山崎健人の文字を指さして、うん、首は俺を向いてたよ。あれ？あれ？って。知ってる。知ってる。でも、ここは違う、みたいな。なんか。だから、なんかこう脳内でなんか、あれなんか、あれうん、なんか固まってた。うん奇妙だなーって思ったんだ。そう、奇妙だなーって、奇妙なことが、まあ、それはいいんだけど、で俺はさ、これで、結構ね。あ、でもすごい。だから、最終3回が、10分の7ぐらいスペア以上取ってて、150なのよ。要は。だって4回目からストライク、ストライク、スペア、スペア、ストライク。1個空いて、ストライク、スペアだから。いや、でもこれでも結構。これで150でしょ？だから、これのプラ 100？ って、言ったのよ、俺。お前は行き過ぎだって。だとしたら。行った日があったの。相当行ってたんだな。その時は。めっちゃ通ってたんだ。結構行ってたの、ずっと。あそうなんだ、ね。ずっと行ってたから。もうだから、ほぼストライクとかじゃないと、こう、250なんてなんないでしょ。そうそうそう。だから、その隣のレーンの人も、うん、どんだけ行くのみたいな感じで、見てた俺のことすぐ。そうだよね。そんなに行くみたいな。マジか。いくつの時？何歳？え、10代。10代。16、7とか。へぇー。8ぐらい。すごー。でも、それでも通えばそんないけるもんなのかな？そうそう。なんか、
謎のセンスがあったんだね。そう。なんかカーリングだと、その普通に投げるとやっぱこうブレちゃうのね。なお前カーリングやったことねえだろ。ない、カーリングやったことない。なんでカーリングをいちいち挟もうとすんの。カーリングだと何？意識をね、埋めこ、埋めんだの？待って。埋んだ？待って待って。埋んだ、待って。ちょっとミステリー見てきたから今日。ミステリーね。ミステリー。うちのドラマのことね。そう、ミステリー、うん。ミステリー見たから何なの？埋め込む話があったから。ああ、出ちゃった。まあまあまあ。いやもうちょ、何言ってるか全然、カーリング、じゃ、ケントはカーリングを埋め込んだ。待って待って。どこに？え、マイクロチップの話してる。してない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 。そっちしてないし、全然してない。マイクロチップなんて一言も言ってない、俺は。お前が埋め込むとカーリングって言ったけど、俺はカーリングと埋め込む知らないから。もうお前質問しないで。こっちは質問してるから。ちょっと。お前は、はいかいいえ。答えるね。そう、お前は答えて。で、何？カーリングを埋め込むっていうのは何ですか？カーリングを生んだの、その場で。そのやり方を。そのまだ誰もやって、多分最初に生んだ。ボーリング。クラピカみたいなこと具現化系ってことあ、そう、具現化系。自分の心臓に。そうなの違うわ。そうなのちょっと待って、間違えた。具現化、何でしょ全然わかんない。どういうことハンターハンター言っちゃってるから。ハンターだったじゃん、だって。そう、カーリングを何作ったの作ってないその場で。違う。カーリングを作って、埋め込んだ。創始者カーリングを作った人いや、違う。ボーリング場内に置いて、うん、カーリングで、ボーリングの球を、投げるのを、生んだのかな、うん、え？あ、手法ってこと？そう、手法。投げ方の話。あ、投法ってこと？投法まあ、投法、投げ方だね。じゃあ分かりました。山崎賢人が、ボーリングにおいて、カーリングみたいな、投法を、生み出したってこと言いたかったね。そう。投げた。で、それは、どういうこと？めっちゃ低い体勢で、ボーリングはずっと地面についたまま、一緒にこう、シャーって滑っていくと。そう。あの、3本突っ込むでしょ、指。そうなんだ。で、持って、はい、こうじゃん。普通はこう、まあ、そうだね。手に持って、顎ぐらいの高さまで持って。持つんだけど、最初からこう、腰ぐらいの位置に、突っ込ん、うん指を玉に突っ込んだまま、ぶら下げとくの。うん、指を玉に突っ込んだまま。すまん。で、こっから、徐々に、こう、助走をつけて。今、ブラーンってしてる状態、ね。そう、ブラーンってしてる状態。から、徐々に助走をつけてって、こう、まっすぐのまま、ポイって離すの、手を。そう、こう滑らせる感じ。普通ボーリングはさ、この手のこの平の方をさ、うん、手の平が上に向く感じで投げるんだけど、手の平を下にした状態で、そのままこう裏剣みたいな感じで裏剣。バーンって投げるんだ。そうすると、なぜか、転がるってより、スーンって滑ってくる。だって逆回転かかるよね。そう。うん、それがいい味を出してくんだよね。たまにぶつかるときに、最初だけ回転するんだけど、バックスピンで。あ、そうなるよね。バックスピンになるよね。バックスピンかかるんだけど、あるところから、バックスピンかかったのがスーンってこう、ただ、レールを、球が、マジで回転してないのよ。ただ滑ってる状態。それカーリングでしょ？いや、球が滑ってくのはボーリング全部一緒だから、お前だけが特別みたいな言い方してるけど、別に球は滑ってるから、何を言ってんの？転がらないの。だって、普通にさ、手のひらを上に向けてそうやって投げたらさ、こうなってるじゃん。その球が回転してるじゃん。うん、回転してるよ。で、それが逆か、順行か逆行かの差で、別に一緒じゃん。滑っていくの。なぜかカーリング投げをした時だけ、最初だけ回転してんだけど、途中でピッて止まって、スーンっていくの。あ球が、の回転が止まって、そのまま滑ってくるんだ。滑ってくる。あ、それをカーリングって言ってんだ、お前は。そう、だ多分、浮いてるの、それは。待って待って。え？何？なんで浮いてる？浮いてはいないかもしれない。え、ボーリング場においてお前が浮いてるんじゃなくて、ボーリング球が、ホバーしてんの。そう、あ、多分、ちょっとだけ。多分なんかあるじゃん。え？表面、なんとか浮遊力みたいなので。表面張力。張力。うん。で、多分ちょっと浮いてんのかな、
ボーリングの球が、ね、ね、リニアみたいなこと？もうすぐできるみたいな。リニアカーってさ。新幹線みたいな。そう、あの、接地面からちょっと浮いてるから、すんごい早く行けるみたいな。そういうことかも、そのスピード出すぎて、逆に、逆に俺、ダメだ、さっきから、玉とか。ダメだわ。いや、違う、今のは違う。今のは全然違うよ。そういうのじゃない。本当に何言ってんだろうの方だから。座ろう。一回座ろう。今、ずっと二人で立ってたからね。いや、マジで、ほんとよくわかんないな。まあでもその、なんか、自分流の投げ方をしたら、そうそう。多分、ケントの体の使い方的に、めっちゃまっすぐに行ったんだよ。そう。めっちゃまっすぐに行って。まあ、俺はホバーしてないと思うけど、うん、お前はホバーしてるって思ってる、ね。そうホバーはしてないと思うけど、とりあえず、さーって行って、まあでも確かに、球が回転せずに行くことなんて多分。そう、無回転。うん、本田圭介のフリーキックみたいな。ブレるじゃん、こう。あ、ブレてるわ、それは。うん。ブレてない方だった。じゃあ違うわ、本田圭介じゃなかった。すいませんでした。もう、まあまあいい、もういいけど、そこは。でも250行ったんだ。行ったのよ。だから多分、うん、そのインタビューで多分、行ったんだと思う、俺は。すごっ。なかなか聞かんもんな、250行くことは、うん。見たことも俺ないわ。じゃあその投げ方 は、うん、今やってもできるぐらい？多分今やっても多分体は忘れてないかなって。すっごい、そんだけ体に刻まれてるんですね。もういいですか？ボーリングの場合は。もういいですか？まあでもにしてもやっぱ説明下手やな。今度でも、なんかその前回のやつ聞いて、うん、次は俺が、その、ボーリング行って、うん、菅田将暉ってやって、うん、行こうかなってちょっと思った。ラジオネームボールさん。お願いします。次お願いします。ケントさん。ケントさん。ちなみに、何も野球を知らない人に対して、うん、野球を説明してみるとどうなりますか？え？野球の説明をちょっとお願いします、ケントさん。それ俺やっていい？はい、お願いします。野球知らない人やる。野球知らない人ね。はい。野球って何ですか？野球っていうのは、うん、まず、うん、球があるでしょ。ちっちゃめの球が。ちっちゃめの球が。ちっちゃめの球が、手のひら、はい、拳ぐらいの。はいはい。拳ぐらいの球を、はい、そのグローブ。グローブ？あ、そっか。初めての人が。ミュージシャンですか？え？あの、昔、あの、グローブ。グローブ。グローブ。っていうのは何ですか？いや、グローブ一回なしにしてもらって。グローブはないんですか？一回、グローブは一回ない。はい、分かった。今じゃあ、拳の球。あの、ボールがあるでしょ、うん、で棒があるの長い。ほうほう、棒と棒 棒があるんですね。そう、はいはい。そう、球と棒があって、うん、で、球と棒があって、うん、なんて言えばいいんだろうな、その、東京ドームとかはあり？その、東京ドーム。じゃあ、東京ドーム、うん、人が、1000人ぐらい、はい、もっとかな、はい。1万人ぐらい入るような敷地。はいはい。お、すっごい広い場所ですね。広い、すっごい広い場所で、やります、はいはいはい。やる。あ、そういうとこでやるものなんですか、ね、競技。はいはい。で、1000人でやるんですか？いや、だいたい多分、9対9ぐらいかな。ほうほう9対9なのかな ?9 人同士でやるんですか？うん。はい。9人同士でやって、9対9ってことは、なんかその、競うんですか？そう、競うの。はい。競うんだけど、なぜか、はい。あの、一方は9人なんだけど、はい。なぜか一方は、うん。1人ずつなの。なぜか、なんで9対9で戦えばいいじゃん。いや、わかんないんだけど、俺も。わかんないんだけど、なぜか9対1の状況で繰り広げられていくの。え、卑怯だよ、そんなのは。卑怯。負けるよ。卑怯なんだけど、1対9なんてダメだよ。でも、うん、どうやら、それが、フェアらしい。フェアに行くらしい。どうやらそれが、え？野球っていうものはどうやら、フェアじゃなくない？それは多分9人で、はい、あ、そうそう、あの、9人側は、の1人は、その、広いところのど真ん中。はい。よりも1人がそう、9人のチームの、1人は、うん、なぜかその広い場所の、ど真ん中にいるのね。はい。で、
その棒を持ってる人に対して、はい、弾を投げるの。はいはい。一人じゃない、9人の側の一人が。9人の側の一人が、なぜか真ん中にいて、はいはい、で、一人に対して弾を投げる。一人に対してすごい弾を投げるの。うん、当てるの。いや、当てたらいい。当てたらダメなの。当てたらダメなの。当て、それを、棒を持ってる9対1の1側は、うん、その弾を投げられたら、うん、当てないといけない。その弾に棒を当てて、飛ばすのね。そしたら、その弾を投げてる9人、うん、9人側の1人が真ん中にいるでしょ、うん、その周りに8人が、うん、なんか、それを、弾を、棒が、弾に棒を当てて、例えば、飛んだとして、はい、それが結構当たって、ね、はい、結構飛んでいったとしたら、はい、その8人が、守るの。なんかその、だから、ね、卑怯なんだよね。結構卑怯なことやってると思う、俺。卑怯なことやってると思う。ほう。卑怯、俺のそれ主観なんだけど、でもどうやら、それがフェアなの。フェアで来てるの。今まで。そう、で、そう、で、なんか、ほう、フェアなんだ、それが。そう、で、ちょっと待って、俺、サッカーやってたのよ、ずっと。9年間。あ、じゃあ、サッカー。ちょっとごめんなさい、野球はまだ。そう、野球、俺ちょっと待って、多分、無理だわ。まあ、ちょっと、サッカーっていうのは何ですか？サッカーっていうのは、はい、11対11の、はい、で、戦うスポーツの。11対11。さっきよりも2人増えて。そうそう、だから本当にフェアなの、これ。だって本当にフェアって言うと野球界にどうしたらいいの、俺。もう11対11で。11対11で。はい。戦うの。今指は22だけど。まあ11対11で。表せなかったから。はいはい。そう、11対11でやるんだけど。うん、まあ、東京ドームぐらいの東京ドームぐらい広い場所の中で、はいはい、これも広い場所でやるんですね。広い場所で、で長方形の、うん、場所を作るのね。あ、まず作るんだ。長方形の場所を作る。長方形の場所を、はい、作って。で真ん中で一本線引くのね。はい。そうするとそれが真ん中のラインになる。真ん中、長方形の真ん中に線を引くと、それが真ん中のライン。真ん中の、それがハーフラインと呼ばれているんだよね。ほう。どうやら。それは、てか、何をするの？そこで。あ、そこで、うん。弾が出てくるの、また弾。ほう、弾。それさっき拳だったんだけど、次は、うん、スイカってわかる？スイカ。まあわかる。スイカわかるよ。スイカぐらいの。うん。美味しいよね、スイカ。そう、美味しいスイカ。うん。スイカぐらい。スイカぐらいの球を、みんなで蹴るの。ほうほうほう。蹴って、さっきよりも大きめのちょっと球を。球を。蹴る。蹴るの。うん。で、蹴って、うん。そう、お互いに、網の張った、うん。人が何人分だろう、あれ、10人分ぐらいの、うん。で、人、横に、うん。こう、縦に並んでったら10人分ぐらいの幅の、横幅の、うん。ゴールと言われる、うん。そこにみんな弾を入れたらか、一点なのね。おー、なるほどなるほど、わかるわ、なるほど。弾を、なるほど。で、なぜかそこにはキーパーっていう、一、うん、一人だけ手を使っていい人がいるの。サッカーって。みんな足しか使っちゃダメなんだけど。あ、みんなそうなんだ。みんな手使っちゃダメなんだ。そう、10人は、手しか使、あ、足しか使っちゃダメなの。あ、ちょっと語弊があった。えっと、手以外は全部使っていいの。その10人は。手は使っちゃダメなだけであって、はいはい、足だけでもない。その胸も使っていいし、うんうん、頭も使っていい。てか、むしろ頭とかもすごい使っていく、競技なんだけど、うん、頭でゴールに入れるやつとかもいるから、だから手だけ使っちゃダメだよね。その、肩から先が手。あ、こっからが手なんだね。そう。腕というか。そう。それはオッケーオッケー。そう。されてて、っていう中で11対10でやってて、一人ずつその陣地を、守るキーパーっていうのがいて、それを、キーパーは手を使っていいの、ね、キーパーは手を。全部使っていいの、手、キーパーは。あ、全部使っていいの。キーパーだけは、手も使っていいし、もう全部使っていいの、うんうん。だから、そう。掴んでもいいし、っていう中でやってくんだけど、それを、
45分間ぐらいやるの。45分間ぐらいかけてやってって、ね、うんうんうん、でそれを前半後半に分けてやるもので、はいはい、うん、でまあまあまあ、なんか分かったわ。そう。うん、まあ、うん、分かった。さっきより。全然さっきより分かった。あ、よかった。サッカーの方が。喋、うん、りやすかった。え、じゃあすぐ、聞いていい？何？アメフトって、うん、何？いや、無理やろ。アメフト無理やろ。アメフトじゃ無理やと、お前もう帰らなあかんくなるて。無理やろ、アメフト。知らないですよね。アメフトはもう、あの、だから鎧を着て、なんでもありで殴り合うのよ。うん、え、格闘技？格闘技。え、殴り合うの？そう、殴り合うの。え、じゃあ、その、東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、菅田将暉のオールナイトニッポン。ああ、優勝しました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。全ての人に感謝してます。はい、やっと優勝できました。菅田将暉のオールナイトニッポン、優勝できました。菅田将暉です。今日のゲストはこの方です。みんなの環境に配慮してます、山崎健人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。まぁ、あ、ちょっとさっきね、ボーリングの話からちょっと脱線しまして、いろいろ喋ったけれども、ちょっともうアメフトは、いや、むずいでしょ。無理やわ。無理。アメフト特に無理。いや、サッカーと一緒に、一緒の感じでやられても、ちょっと違うよ。アメフトは、ね、無理。だって、ただでさえ知らん人も多いし。うん、だって、戦かと思ったもんだって、最初、さっき。鎧着て殴り合う。いつの時代？そう聞くとね。うん。だって、鎧玉って書くでしょ？確か、アメフト。あ、そうなんだ。そう。でも、マジで鎧ではあるのよ。へー。で、よく、でも無理やわ、アメフトは。アメフトは無理。ちょっと。え、だから、さっきので行くと、アメフトは、俺が高校の時は、うん、あれだってよ、99人までベンチ入る。うん。お、なのに、例えば、こっちチーム99人でしょ？で、敵チーム11人しかいなくても。え？フェアじゃなくない？これがね、フェアの。フェアなんだ。そう。どうやら。だって、確かに99人も、部員がいる、うん、部員、それ、全員じゃん。高校レベルっていないのよ。いないんだ。大学とかアメリカになるといるけど。うん。そっか、日本の。で、ワンプレイごとに、言うなれば交代が自由なの。だから単純に人数を積もった方が強かったりもするのよ。高校レベルだとね。普通の公立とかだとね。私立とかになったらまた別だけど、普通の一般公立校のアメフト部だと、まあ20人もいなかったりするから、で、うんうん、本当 i シーズン21の世界だよね。なるほどね。対99人ともフェアで戦わなきゃいけないから。だからもう、これ無理だよ、もうそれは。あ、でも、あれでしょ、その、玉としては、玉好きだな。玉としては、うん、今回玉じゃない気はしてたんだよね、その。え、玉だよ、玉。え、だって、でっかめのアーモンドでしょ、あれ。アーモンド。いや、まあ、間違ってないけど、まあそうだね。まあそう、形はそう、まあまあそうだね。あれ？でかめのアーモンドだね。アーモンドを取り合って、うん、それをどっちが早く食べるかみたいな。違う。あれ食べれないから。だから全然わかんない。違う、あれ食べれない。マジか、お前そこか。お前、アメフト食べれる競技だと思ってたの。あの、食べ物を取り合って、本当に、違う。そんな、そういうパーティーじゃないから。違う。あれはサッカーでいうサッカーボールと同じ役割を。あ、なるほど。食べないんだ、ね。あれを食べない。食べない。スポーツだから。あれを、投げたり蹴ったり渡したりする。あ、なるほど、ね。それで、まあ、点を決めていくっていうことなんだけど。なるほど。じゃあ、アメフトはもち難易度が高すぎるわ。ちょっとサッカーと野球に比べると、うん、確かに。無理。ちょっとなんか4回のプレーのうちに10ヤード進まなきゃいけないみたいな。あるのよ。4回の、なんて、ゴルフ違う。ゴルフで言う4ヤードはちっちゃいぞ
ゴルフで言う4ヤードってちっちゃい1ヤード1歩だからね。よ、4歩だけど、アメフトの4ヤードはもう長いのよ。長いんだ。超遠いのよ。そこに命をかけて、でっかいよ人たちが鎧を着て、こう、進んでいくんだよ。ボール。そのボールをね。あ、でっかめの。でっかめのアーモンドを、その4ヤード、10ヤード進むのがもう大変なんだけど。なるほどね。いや、これむずい。説明むずいわ、もう。そう。それで、まあ、こう、攻守交代をこう、ずやっていくっていう。繰り返して、うん、鎧は、うん、その、やっぱ、その、位によって変わってくる。その、歩兵みたいな人は着れないし、みたいな。その、武将になってくると着れるみたいな。うわそういうこと。ええっと、鎧は、その、あ、子供も、その、鎧は着てるの。その、子供、子供も。え、子供がプレイした場合も着るよ。あ、着るけど、あ、すごいな、これ。あれなんだな、説明される方とする方の難しさが、受け取り手にもよるんだ。先ほどの気持ちが。よるんだね。うん、これ、あ、その、そうか、子供、あ、そうか、逆にね、その子供は、守らなきゃいけないからとかじゃない。危ないから。か弱いからとかじゃない。そう。でっかめのハーマンド急にぶつかったら、違う違う違う。食らっちゃうから。そういうことじゃないけど、これが悩ましいのが、微妙にポジションごとによっても違うのよ。ヘルメットのこの形とかフェイスの形とかが違うのよ。へぇー、うん。あ、大人は、ラグビー。大人はラグビーになって。違う違う違う。違うよ。違うよ。なんでそう思った？それけど、なんでそう思った？え、その、なんか、その、鎧の、うん、その呼び方で変えてんのかなと思った。その、大人の鎧はラグビー。ラグビーって感じで。まあまあ、ラグビーは鎧はあんまり着てないからな、基本。中に入れたりするけど、そう。あれ着てはないから、ラグビーは生身だね。どっちかっていうと。そう。ほぼ。うん、生身。そうそう。大人じゃ裸一貫は大人とかじゃないから、そう別に大人でも、大人でも鎧は着るんだよ。ラグビー着てないの？ラグビーは着てない。服は着てる。服は着てるけど、子供は、あと頭とかにね、ちょっとこうクッション性のあるものは着てるけど、うん、またちょっと、だから、うわぁ、ちむっついなぁ。え？どっちもその、うん、アーモンドではある。まあまあ、そうだね。どっちもアーモンドではあるけど、ラグビーの方がちょっと大きい。あ、ラグビーの方がちょっと大きい。うん。大きいんだ、じゃあ。ちょっと大きい。じゃあラグビーの方が結構人気？その、違う。大きい食べ物の方が人気とかじゃなくて、まあ、その人気はわかんないけど、うん。大きさが違う、シンプルに。なるほど、うん。そう。で、基本的にはラグビーは両手で投げるし、アメフトは片手で投げるし、みたいなのがあったりするけど、ああ、そうそう、そうそう。難しい。難しいんだよ、アメフト。難しい。アメフト、ほんと難しいんだよ。むず。うん、ちょっと。もうちょ、戻そう戻そう。これ永遠これだけで終わってまうわ、今日。ああ、なんか疲れた。面白いわ。脱線したな。面白いわ。脱線しましたね。俺ら最後に会うのはいつなんでしょうね。最後に会ったのはいつなんでしょうね。でもそれで言うと、うん、須田くんが、うん、結婚おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。戻したね、話を。うん、ありがとう。それで結婚報告を、うんうん、してくれるっていう、うんうんうん、してくれた日だよね、でもね。そうだね。そうだね。うちで。そうだね。それが最後に会った時かな。うん。うん、あまねもいて。あまねもいたね。うん。うんいやだからそれぶりってことは、うんうん、最近というまあまあそうだね、うん、そうでもまあ公の場ではまってはなかったけど、うん、プライベートではねちょこちょこだ年に、ね、まあ最近はこのコロナもあるから会えてないけど、うん、でもそれ以前もまあ年に 1,2 回、うん、もっと遊ぼうもっと遊んで行こうまあまあ、まあ、って思ってたら、うんうんうん、結婚したと思って結婚ってなって家庭に入ると、うん、どうやら、うん、遊べないんじゃないかっていう不安まあまあまあそういうこともあるかもねちょっとありつつ、うんうん、でも、うん、2022は、うん、遊ぼうもうちょい遊ぼうもうちょい遊ぼう全然別に、ね、だから遊べないとか別にないし、ねうん、会えるじゃん会えるしね、うんうん、いや遊びたいなと思ってうーんそうだねまあ
うん、まあ、全体的にだけど、もうちょっと人に会えるといいなっていうのはあるけど、まあ、コロナ落ち着いたらどうする？じゃあ何するよ？コロナ落ち着いたら、うん、コロナ落ち着く。まあ、その一回お前の、ね、そのボーリングは見たいけどな。あ、じゃあボーリング行こう。まあまあまあ、お互いの名前をトレードして、うん、本当に奇妙になるよね、それ。あの、別に普通にさ、いや別に二人で行って二人の名前シャッフルしても、そんな、そんな問題じゃない。そんな問題じゃない、別に。確かに、うん。うん。間違えられたことも昔あったしね。あったね。本当に奇妙だろうね。そうだね。たまにあるよな。よね、間違えられるとき。ね。最近はあれやけど。最近はね、あ、でもこの間あったの。え？新幹線で、乗って、うん、これなんかこれ生放送で行っていいのかよくわかんないけど、うんうん、品川駅に降りたらさ、うん、よくいる人いるでしょ。ああ、はいはい。なんか、俺これなんかが喋ってサインしてないっていう。あ、喋ってない。あの、男の子たちいるじゃん。はい、あいつな。あいつ。うん、あいつがさ、うん、あいつな。あいつとか言って、まあいいんだけど、うんうん、あいつ可愛いんだけどな。そう、おもろい、おもろいよね。おもろいね。もう、その定番化してるじゃん、その品川駅降りたらいるっていうので、うん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 、あ、いや、またいるわ、と思って。うんうんうん、で、まあ、普通に、こう、駅出て、改札出て、降りようとしたら、多分、俺、ロン毛だったの、その時。あー。俺もロン毛で、須田くんも、ロン毛だったのね。まあ、そうだね。そうだね。うん、で、マスクも、こういう時代だからしてて、はい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 、で、まあ、帽子かぶってたかちょっと忘れちゃったけど、うんうん、そしたら、その、あの子も、うん、あ、いた、みたいな感じになって、おう。うわ、山崎健人としてバレた。っていう感じで、俺もまあでもその車に乗ろうと思ってこうやって歩いてたら、須田さん、須田さん、須田さん、おお、頑張ってください、応援しますって言われて、これは本当に無視できるなと思って、これは、あ、なるほどね、まあそうだね、そうそうそう、正しいよね、須田さんじゃない、須田さんじゃないんだもん、須田じゃないから、いつもは山崎さんって言われてるけど、そうだね、なんか何なんだろうと思って。そう、無視して、車まで行ってたのね。うん、まあ、まあ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 。でも今回、本当の意味で。違うからね。違うから。そうだよね。そうじゃないんだもん。うんうんうん、うん。これおもろいなと思って、よかった。それまで須田くんに言わなくてよかったわ。あ、ここまで撮っとけた。ラジオまで。そうだね。いや、初めて聞いた。そう。まあ、たまにある、ね。たまにね。あ、で、未だに、やっぱちょっとあるんだなって思って、うん、面白かった。いや、だから最近でこそあんまないけど、そうそう、昔はサインちょうだいとか、ね、うん、書いてないよ。その時はね。書いてないけど、でもこの人にとっては俺が普通に顔も出してて、うん、俺がここで山崎健人って書いたら納得すんのかなみたいな思うよね。ね、うん。でも逆にレア度が上がるみたいな。テレビで見てたりとか映画で見てて実際会うとそれは顔はな、そうか、背丈とか感じでっていうのはあるからな。うん、うん、そんなことがあったの？あった、全然あった。そう。何回か書こうかなと思ったことある。居酒屋とか。この壁に書いてください、山崎さん。うん、山崎健人さん、もうでっかく書いちゃってください。いや、何個も間違ってんな、みたいな。全部ね。うん、そう、あるある。でもその、店員、他の店員さん気づいてるとかね。ああ、うん。あるけど、うん。変な話。まあ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 、ありがたいことだけど、うん。うん。そんなのがあった、そういえば。あったね。まあ、そんな中、この番組3回目？うん。ですけど、もうこの番組終わるんですよ、3月で。いや、本当に。うん。5年間。そう。5年間だね。過去の放送とか覚えてます？あなた。なんとなく。覚えてる。でも、それは2回、だ3回目だから。うん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 。1回目に出た時は、うん、実写か。はい、実写の話ね。ね、話して、うん、2回目は、まあ、あの、とどめのキス。うん。で、さよならレジ、歌ってくれてて、っていう話で。いや、今回は、卒業編なのかな、みたいな。須田くん、うん、オールナイトニッポン。そうだよね。そうだよ。それはそうだよ。いや、そうだよ。なんかでも俺、前回から、4年も経ったんだっていう感覚がなくて、しかも5年もやってたんだっていうのが、本当にすごいなと思って、まあまあまあ。だから2年目とかに来て以来なんだね。そうそう。ってことになるよね。うん。だ最初の1、2回のスパンが多分早くて。そこから空いたみたいな。空いたみたいな。スタッフとかも半分以上変わってるからね。ね。うん。思った今日ちょっと最初の。うん。半分ってかこっちの景色はもうほぼ全員違うかったはずだよからね。いやー。うん。
当に長い間お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。本当に。どうすかじゃあ2022年、うん。まあ俺のことはいいですよ。どんな感じになりそうですか。いや、2022年。最近は。まあ最近どう、うん、っていう。最近どう、うん、最近どう最近、うん、でも最近はちょっとまあ、ちょっとまあ。だってまあ一時期のケントとかは本当にたまーにスタジオとかですれ違った時に、それこそこう、映画が続いてて、隣のスタジオとかだったのかな、会った時に、もう声もガラガラだし、キングダムやってたからね。キングダムの時かな、まあ叫んだ後とかだったんだろうね。で、だからその時に、ケントが、うちのそのキングダムの現場に自分が差し入れしたカフェカーがあるんで、全然作飲みに来てくださいみたいな、今日撮影ずっと隣のスタジオなんでみたいな、みたいな、ありがとうみたいな。でまあそんなことしてもらうとさ、こっちもなんか返さななぁと思って。違う違う違う、須田くんが最初に、いや違う、あれお前からだって、お前が飲んでいいよ先に言ったんだよ。違う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 、だから俺キングダム300人分のクレープを買わなきゃいけなくなったんだよ。こっちキャスト5人だっつーのに。ね、こっちキューブ5人6人で、いやそう、俺もじゃあ差し入れするわっつって300人買えと思って。いやこれはね、経費が全然、これはそこは俺しっかり覚えてんの。え嘘、逆なのこれ、逆なのに、逆に最初に須田くんが、あのキングダムの多大なる課題になる。俺びっくりしたもんね、マネージャーさんに、うん、ケントのところの差し入れしたいから何人か人数聞いといて、はい、300人ですって言われて。そうだよね、須田くん。300人分の何か買えんのかなみたいな。会った時は、多分表に出てた、その休憩してたメンバーだけだったから、あ、そうだね。須田くんも、そうそう、そんなに10人ぐらいかな、みたいな。そうそうそう。まあ、言っても4、50人だよ。うんうん、って思ったんだろうな、と思って、でも、300。うん、さすがの、忘れてた俺、キングダムって。さすが。俺が先じゃん。そう。で、いやー、すごいなー、須田くんありがとう、と思って、でも、どうやら須田くんの方にも遊びに行ったでしょ、一回。キューブの方に。来てくれた、来てくれた。あれあれ ?5 人みたいな感じの、なって、でもちょうどその時俺差し入れしてたから、カフェカーを。なんか、これでいいのかなと思いながら、ちょっと、みんなで飲んで、みたいな感じになっちゃって、なんかこっちだけついで。そうだっけ。そう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 。あ、でも最初に言ったかもしんない。いや、カフェが来てたから。言ったぜ。うん。でも、あ、なんかまあすぐ戻らないといけないみたいな感じで、須田くんとかみんな戻ってって、そのキューブの方のスタジオに。そしたら、マネージャーから、いや、須田くんが、差し入れしてくれました。みたいな感じになって、うっ、ってなって。かっこよってなって。いやー、マジで。そうか。そう。じゃあ俺先か。そう。俺か、かっこいいな。かっこよかった。うん、なんか。俺先はかっこいいな。うん。いや、かっこよってなって。うん。もっと笑い話かと思ったけど、俺がかっこいい話や、ね。一番すぐんがかっこいい話だった。あ、そうですか。そっから俺は、隣のスタジオに、誰かいたら、差し入れやろうって。マジか。思った。まあでも、差し入れ文化っていうのはなんかあるよね。先輩からのなんか受け継ぎみたいなのがあるよね。これ俺もしなきゃな、みたいな。思うよね。でもそれこそ増えたでしょ、差し入れなんて。いや、でも、どういうこと?いえ、だから、自分が出てた映画とかドラマとかで座長がさ、俺とかだったらその、わかるやろ、お前は。他の現場で、みたいな、隣なのに。隣の現場なのにとか、一緒に出くわしたからとか。いや、でもなかったかもしれない、今まで。意外と。本当?いや、ま、なかったって言うと、今までやってくれた人がもしいた場合。絶対いるよ。いたかな?絶対いるよ。隣のスタジオでとか。いたかも。出てあるあるある。いたかも。まあ、隣のは置いとこで。自分のところにも結構差し入れ増えたでしょ?自分ですることも。自分のところ自分で自分が、いや、わかるやん。山崎賢人主演の映画で山崎賢人から差し入れですはあるやろっていう。あるあるある。それはあるでしょ?ある。あ、そう、それは、それはさ、やっぱり、
やってこうってすごい思うようになった、ね。思うよね。そう、その話を今したかった。それをやってこうと思うよ、ね。人とかじゃなくてね。人とかじゃなくね。ね。そう。だ何差し入れしたのかなみたいな話を今俺はした。ああ、うん。いやでもやっぱり、あったかいもんをさ、入れたくなるよね。特にね。冬とか、やっぱこうお弁当とかもなかなか、冷たかったりするし。せめて豚汁作ったりとかね。あるよね。とか。ラーメンとかね。今はね、なかなかそれも厳しいんだけど。できるようになるといいよね。本当だ。この人俳優なのかな。ラジオネーム、春はあけぼの、僕はのけもの。山崎さん。はい。山崎さんの話、一回英語にしてから日本語に翻訳し直してますか？いや。それぐらい意味がわかんなかったんです。パードン？いや、これ言われてもしゃあないよ、うん、ケントの説明は。一回ちゃんとした文を英語に起こして、それを日本語訳したぐらい変だったって言われてるよ。あ、もしかしたらじゃあ、それはそうなのかもしれん。そうなの？はい？いやいや、普通に喋ってます。あれこれ大丈夫？放送事故起きてない？大丈夫？嘘ついたってこと？今。嘘ついちゃった。ちょっとリスナーと戦いたくなっちゃった。また。もうじゃあ嘘なしでいいよ。嘘なしで、ね。本当に嘘なしでいい。うん。それは。え？何？英語に訳して日本語喋ってる？喋ってないわ。早ね。すいません。いやいやいや。その、やかましいわ。なんやねん。そっちの、読解力はなんやろ。関西弁も腹立つし、なんやねん。急なテンションも腹立つし、どうしていいか俺もわかんなくなるし。どうした？どうした？あれ俺間違っ、俺、いや、ま、間違ってるとかでもない。間違っ、わからない。わからない。ずっと。うん。山崎健人っていう人、10年ぐらい知ってる。なんで、わかって。わかってよ。山崎さん、来てます。はい。ラジオネーム、なるせ。ああ、思い出した、思い出した。そう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 、そうそう。こいつこんなんだったわ。そう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 。そうそうそう。俺ってこんなだったな。は？は？喋んなよ、もう。もう、ラジオだけど喋んなくて。表情だけでやって。表情用意されたセリフと表情だけでやっていい。とは裏腹？めちゃくちゃ寝づらいじゃん。そういう気持ち絶対忘れんなよ。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。今日のこの時間は菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。ゲストは山崎賢人です。菅田君今どこ行ってたの？え？あれ？なんか いなかったけど今俺なんか一人で今、うん、あれ？俺がもし間に合わなかったら、うん、レバー倒すかなって思っちゃった。え、じゃあ、普通にトイレ行ってたんだけど。あ、トイレか。そう。別に間に合ってるし、うん、間に合うの分かってて行ってるし。あ、そうそうそう。別に別に、そんな、うん、任せようとかそういうことじゃない。え、うん。何？俺も行ってきていい？は？え、俺もトイレ行きたくなっちゃった。え、今？今。まあまあ全然いいよ、いいよ、いいよ、別にいいよ。じゃあちょっと、うん。トイレ行ってきます。ちょっとさっき行けよ、じゃん。さっき行ったらよかったじゃん。え、ちょっとなんか。じゃ、な、何？え、それマジ？どっち？マジ、マジ、マジ。マジ。マジのやつ。あ、我慢してたの？いや、我慢してた。我慢してたの？トイレ。我慢してた。いや、全然別に行ってもいいよ。全然行ってもいいよ。お前怖、まあまあまあ、いいよ。全然行ってもいいよ。行ってきます。うん、行ってもいいけど、はい。取れてきまーす。いいのそれで、お前。ちょ、早くな、早く、早く、早く。よしよし。マジ早く。早めだよ。お前今日ゲストなんだからな。ゆっくりすんな。早く行け。なんだその動き。誰も見えねえのに。
マネージャーさんが本当にはっはって今の顔怖っ。そりゃそうっすよね。ゲストで来といて本番中トイレ行っていいっすかってありえないっすよね。ねえ、いやあいつ舐めてるなマジで。テレビの生放送ではこんなん絶対でき、恐ろしいぜ。ねえ、いやびっくりするわ。もう別に 俺はもうどっちでもいいですけど、リスナーとかもね、ケンとか出るからっつって聞いてる子もたくさんいるやろうから。いやマジで、え、オフでも会話むずいの？あのね、むずいのよ。マジでむずいのよ。ずっとこんな感じ。うん。だから、いやだからさっきさ、あの、年に1、2回、まあ会って喋るよね、みたいなのを、ちょっとこう、かっこいい風に俺言ってたでしょ。あれは、あの、まあ、忙しくて会えないし、まあ、タイミング合うのも年に1、2回しかないし、まあでも、それでも喋りたいから会おうねっていう感じだったんだけど、本当やっぱむずいっていうのもあるから、まあ、年に1、2回でいいかな、お腹いっぱいかな、みたいなのが、俺は結構本音ではあるね。うん、なんか、その、なんかそういうむずさはある。そのなんか、正月に会うむずいおじさんみたいな。お帰り！お腹いっぱいやめて。お腹いっぱいとか言うの。お前、マジでトイレしてきた？え、マジでトイレしてた？いや、もうマジ。トイレで今聞いてたずっと。はいやー、ほんで。はいや。早いのよ。トイレ、はいや。トイレ、はいや。怖っ。はいや、俺もう5年やってていろんなゲスト来てるけど、本番中トイレってのはあなただけですよ。やった、それ嬉しい。それ本当に、はい、本当にすいません。むずむず、太陽むずむずいよ。おお、なになに、え、誰今の、なにむずいよっていうの、なにむずいよ、助けて。あれ、でかくなってる体が、え、あ、やばいやばい、体ケンでかくなってる、どうなってるよ、どうしたケンと、大丈夫、トイレしたから何、トイレしたのに、ほう、なんでトイレでいろいろ出したはずなのに、うん、普通だったらちっちゃくなるのかなって思ってるのにでかくなってってるよ、怖いよ。ほう、大丈夫、体調は、体調、体調が一番いい、ずっと、あ、ちっちゃくなった、よかった、体調はあれまた縮んでった。体調だけが、うん、ずっといいよ、ずっと。え、大丈夫ケント、ケント、何、おお、戻った戻った、よかった、怖っ、怖っ、ちょっと変な汗がすごい、休んだ方がいいかもね、休もうかな休んだ方がいいかもね、休んでいろんな意味で、そうだね、うん、やっぱ急に大きくなってちっちゃくなったらちょっとなんか、今サイズ戻った、戻ったのね。戻った、戻った。あ、そう、もう、戻ったんだ。戻った。ならよかった。戻ってよかった、よかった。いや、びっくりし、急にトイレ行って帰ってきて、あの、おしっこいっぱい出たのに、出てすっきりしたのに、大きくなっちゃったとか言い出したから、びっくりした、大きくなった。よかったよ。その体質は俺は知らんかったから。いや、怖いね。うん、いや、怖い。もうならない？いや、もう絶対ならないよ。怖いよ。ケント？あれ？ケント？スナック？どうした？どうした？大丈夫？いつからこんなちっちゃくなった？ケントが大きくなっちゃったんだよ。そういうこと？なんででかくなったのか聞いて。うん、なんで大きくなったんですか？真面目にやってたからだよ。もう喋んなよ。もうやめようかな、これ。なんかいろいろダメっぽくない？なんか今の。今のダメっぽくない？今のだけじゃない。今のだけじゃない。ずっとだし。うん、もう、うぜえから。怖いわ。もう喋んなよ。ほんとにちょっと、やめよ。そうだね、うん。様子が、俺が知ってるけど、ラジオネーム、魔法の三原色。山崎さん。はい。5対300の差し入れは、フェアじゃないですよね。あ、でもそれなぜかフェアっていうことにされてるの。それは。じゃ、フェアじゃないじゃん。全然フェアじゃないよ。5対300だよ。ね？うん。でも不思議なんだよね、その。いや、で、金額的にも違うじゃん。そう。1個100円だったら500円と3万円って全然フェアじゃないじゃん。確かに。うん。
なんでフェアなんですかこれは。もう金額のあれじゃないけど、なんでも、でもなんかわかんないですけど、うんうん、どうやら、なんかその、やってもらったら、やるとか、うん、その、一回表みたいな。で、裏みたいな。どうやらフェアとされている。フェアとされているみたい。もう一回言って。マジでもう一回言って。なんて。なんて、普通にまた差し入れします。うん、何がフェアなのかは全然。あ、だからその、うん、なぜそれがフェアになってるかというと、はい。実はその、うちのそのカフェか。はいはいはい。カフェ、実は、うん。一杯13万とか。そう。してたのあれ。マジ？そう、すっごいなんかところの豆を。お前一杯13万のカフェか使ってんの？入れてたん。それはフェアだわ。でしょ？確かに。かける5でしょ、だから。あ、全然。1単価が、うん、単価が高い。すごい。単価がめっちゃ高いんだ。そうそうそう。それを300人にお前振る舞ってたの？そう。はぁ、ね、やだわ、菅田君味わからんか、その。菅田君味わからんか。うるせえな。わかんなかったよ。一杯13万、ごめん、ちょっと。まあ、俺の正直言う、それはもうわかんなかったよ、それは。そっか。嘘なしって言うたやん。うん。嘘なしって言うたやん。うん。うん。今のは？もう、ど嘘。だよね。うん。今ど嘘だよね。ど嘘。いっぱい13万の嘘だよ。うん。嘘、うん、嘘だよ、菅田君。ケント。また嘘ついちゃったよ。大丈夫？また大きくなってない？嘘ついちゃったよ。どうしたよ。嘘ついな、ピノッキオのあの鼻みたいなこと。そう。さすがに。嘘ついたら伸びるみたいな。そういう嘘ついたらでかくなるみたい、俺。あ、そうなんだ。どうやら。嘘ついたらお前でっかくなっちゃうんだ。そう。本当のこと言うとちっちゃくなるみたい。おー、なるほどね。あ、じゃあ本当のこと言わなきゃ。戻んないと大変だよ。もう。大きくなってっちゃう。じゃあ、年齢を教えてください。年齢、20歳です。おう、どうしよう。どうしよう。おけへんぞ、バカ。どうしよう。だから、本当のこと言えっつって。どんどんでかくなっちゃう。いや、本当、おい、今、貴重な、簡単だっただろ、お前今。もっと簡単。簡単じゃんか。もう、ちょっと待って、なんだろう、何があるかな、何がある、本当のこと、簡単な本当のこと、なんだ、所属事務所を教えてください。スターダストプロモーションです。おー、よかった、ちっちゃくなった。よかった。よかったよ。よかった、なんか変に嘘つきづらかった、今。よしよしよし。あ、オッケーオッケーよかったよかった。あ、オッケーオッケー。よし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 。いや、よかった。お前のガチ倫理観に訴えればちっちゃくなるんだ。今一瞬トップコートとか言おうかなって思ったよね。思っちゃった。思ったよ。他の事務所いろいろよぎったよね。よぎった。よぎったけど、ここは嘘ついちゃいけない。ここはダメだ。思ったんだよ。よしよしよし。よかったよかった。どうやらダメだなって思った。よかったよかった。続けなかった。これ、真面目になことだといけるんだな。そう、真面目にやってきたからさ。ちっちゃ、それはいいんだけど。ラジオネーム、サーロインワン。お二人の最近の一番大きい買い物を聞きたいです。え？一番知りたい、須田くんの。俺？大きい買い物。大きい？まあ、だから、まあ、あれですね。iPad を買いました、ね。ああ、はい。はい、大きかったですね。サイズもでかいし。そうですね。はい。大きい。値段も大きいし。そうですね。大きいやつですね。そんな、その、超プロ仕様みたいにカスタマー積んでないけど、まあまあ、大きい。ちゃんと、大きい。大きいですね。大きいやつ買ったんで、まあまあ行きましたね。どうですか、山崎さん。自分は、大きい買い物で言うと、レコードプレイヤー買ったの、最近。ほうほうほう。アナログの、そう。レコード版を聴ける。そう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 。うん。それを買って、で、うん、で、やっぱ、いろいろいるでしょ、あれ。そう。なんか、ね、あの、アンプとか、ターンテーブルとか、はいはい、回すやつと、音を鳴らす、本体みたいな、2個買って、うん、そんな、そうだよね。レコードを置いて、針落とす、やつ、うん、ところと、その音を倍増させる、アンプ。アンプ、スピーカー付きみたいな、買って、
で、そう、うん、買って。で、それ、まあ、大きいし、値段もまあ、うん、うん。大きかったし。へえ、じゃあ家にそれあんだ。そう。やば、何聞くの？ね、うん、これずっと言おうと思ってたん、今日。サブスクにない音楽を、うん、あまあまあそういうものだもんね。そうそうそう、うん、を集めたくてっていうのから始まって、うんうんうん、須田くんのレコードも欲しいなと思って。出してるよね、須田くんアルバムで。レコード、レコードはやって、うちの人もいなくなってるよ。やってた、やってた、やってた、どうやらやってた。いやいや、なそのレコード版のサイズの形の方はやってたけど、うん、多分 CD なんだ、あれ。そう、はい、そう、あれ CD とか T シャツとかだから、そう、あの一見形はね、あ、ドーナツ版が入ってるっぽい感じには見えるけど、あれはそう、あ、中は入ってない。そう、あ、 CD でも欲しいの、うん、買います。普通に買います。まあまあまあ憧れはあるけどね。そう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 、確かに。いや、なんか最近それにハマってて、いい音だ、いい音をこう、うん、なんかそう、だから結構昔の音楽とか遡ったりして、うん、ジャケ買いの意味が本当になんかわかるみたいな。CD もジャケ買いあったけど、うんうんうん、でかいとさらに本当に、まあまあそうだよね、ジャケットっていう感じがして、ジャケットって感じがして、そう、ジャケ買い、うん、そうね、サイズもね、サイズもアートディレクションがよく見えるよね。そうそうそう、へえ、なんかかっこいいじゃないですか。うん、モテようとしちゃって。もうお前はいいだろ、モテようとしなくて。モテるだろうよ。いやいや、レコードでモテようとして。レコードでモテ、うちにレコードあるからっっ。あるから。いい音で音楽聴けるよっっ。いい音で聴こうっつって。モテようとすんなよ、もう。それはまあ、モテるんだから。それはまあ、嘘なんだけど。お前、待て待て、もう分かんなくなってきた。分かんなくなってきた。モテるとか関係ない。レコードは。普通に。今のは本当ってこと？モテようとするためにレコード買ったのは本当ってこと？嘘。俺、なんで？もうほら、そうなっちゃうじゃん、もう。なっちゃうから。それ嘘だよ。戻ってこれなくなっちゃうよ、もうそれはもう。普通に、うん、やっぱこう、うん、音を、うん、昔のやつとか、うん、サブスクにないやつを聞いて、うん、っていうのと、やっぱこうジャケット見るの楽しいなって思って、待って待って。いやもうせっかくおもろかったのに。普通にいい話やったのに、もう普通にファンの子とかがさ、うん、山崎賢人ファンの子とかがさ、喜べる、普通に面白くていい、ちょうどいい話だったのに、もう巨大化もおもろかったのに、巨大化も面白かったのに、巨大が、うん、嘘ついたら大きくなっちゃうやつ、大きくなっちゃうやつ、で本当のこと言ったらちっちゃくなっちゃう。なんだそれ、一本取れるぞ、本当に。シンプルだけど。ありそう、ありそう。うん、いやで、うん、それが一番お金。かなぁ、でも最近。大きな買い物ね、うんうんうん。めちゃくちゃいいじゃないですか。うん、どうですか、そういうものは続くんですか、レコードとか。いや、でもまあ、うん、でも結構、でも多分俺、多分秋ショーみたいな。あれは、うん、あの、焚き火。あ、焚き火、家で焚き火するやつね。うん。そう、話していいか分からんけど、うん。うん。あれは、あ、全然多分大丈夫ね。大丈夫？うん、なんか。家に焚き火あんのよ。そう、なんかその、特殊なアルコールで、家用のね。煙も立たないし、みたいな。うん。あれは、うん。でも結構やってる、たまに。あ、続いてんだ。続いてる。けど、まあ、いやだからそんなにやらない。家に行った時にさ、焚き火があるっつって、これめっちゃいいんだ、火見て落ち着くんだ、っつって、うん、まあちょっと疲れてんのかなとも思いながら、もうまあでも癒されるな、いいなと思って、そうそうそう、まあでも続かんねやろな、と俺は思ってたから。続いては。続いてんだ。そう、でもそんなに毎日やるわけじゃないけど、なんかこう、火見てな。火見て、みたいな、うん。まあキャンプとかもね、行った気分にもなるしね。うん、うん。なかなか行けない。それ続いてんだ。続いてる。ああ、じゃあそれはよかった。うん。珍しいね、でもそれはね、うん。じゃあ落ち着いたらキャンプ行こうよ。あ、キャンプ行こう。うん。本当に。キャンプ。ちょっとね。うん。年1、2回じゃなくて。まあまあまあそうだね。ね、そんな数は全然いける。うん、火とか起こせる？ああいう、カッカッカッカみたいな。持ってく俺、あれ。家のやつ。いや、いや、家用のキャン、焚き火をガチキャンプで使うはマジで思んないよ。違うね、違う。何のために？テントとか張れる？いや、多分、うん、
貼れないと思うから、それはちょっと須田くんに一回お願いして。いや、できるだろ。そういう。じゃ、カレー作ってほしい、そこで。うわ、懐かしい。須田くんのカレーを。懐かしい。アボカドチーズカレーを。懐かしい。よく作ったんですよ。ね、昔。よく作ってもらった。ね、モーヤンカレーにはまり、家で作ろうっつって、めちゃめちゃやってたね。で、その時に、で、うちにずっとケントがいた時に、うん、お腹すいたっつってカレー食べたいって言って、うん、で、辛さ、どんなんがいいって言ったら、うん、こいつ眠りながら、うん、甘口と辛口って言ったの。はだると思って、もう2個作る羽目になって、優しい。甘口と辛口作ってずーっと寝てて。それは、でも俺、懐かしい。2晩ぐらい食べてたよね。2晩ぐらい食べてた。ずっと家にいた。ずっと家にいて。ほんで最終的に自分が着た服を脱いで、俺ん家に捨てて、俺の服着て帰った。で、それを回収されるって暇あったね。うちに来て。あ、そう、あったあったあった。あまりにも俺ん家に来て、俺ん家の服を着て帰っていくから、うん、俺ん家の服のお気に入りがなくなってると。だから俺なんだあのジーパンどこ行ったかなっつって、俺ケントん家にあるっつって、俺ケントの実家まで行って、回収しに行ったことあったな。返せこれ、みたいな。これ気に入ってんだけどなーって。やばいよ。いや、でも、さすがにちょっと返します。懐かしい。服の趣味とかはどう？変わった？ちょっと。いや、でも、うん、結構、うん、古着はずっと好きだけど、うん、なんかその、古着じゃない新品の服とか、うんうん、もう着るようになった。着るようになって、うん、でもやっぱ、うん、なんだろう。また古着も好きになったり、うん、みたいな。うん、じゃあまあまあ変わらず。変わらずで増えてって、広くなってってる感じ。あ、幅が？幅が。古着、ヴィンテージだけじゃなく。なく。須田くんは？まあ、変わらずかな。変わらず。そうだね。基本古着にはなるかな。で、ちょっとまた、もらいに、そろそろ、もらい足りてないなって。もう、お前はもらわなくていいじゃん。だって別に。うん。買えるようになってきたし。っていうのもあるし。うん。いや、でも、うん、須田くんのセンスで選んだ服を、もらうことには多分意味があるのかなって。いや、それは意味ないと思うよ、俺。いや、あるある。着ないもん。着るやつをもらいたい。まあまあ、着るやつはあげたいんだけど、うん。え、だって、俺だってあげたやつ結構あるはずなんだけど、うん、家に今ある？だって。あるある。あるんだ。ある。着てない。着てないでしょ。着てない。着てないでしょ。着てるのあるかな。てかまだわかるんだ。俺そこに驚いたわ。これ、うん、俺のからもらったやつみたいなのはあるんだ。うん、でも、うん、もらった中のお気に入りを、うんうん、ほとんど回収されてた。俺が回収したからね。そう、うんうん。だから着てないのかもしれない今。いやー懐かしい、うん。一気に思い出したなー。楽しかったなー。いや、だから、不思議だったね。現場で、その、あげた時とかの現場一緒とかで、うん、現場に行ったら、俺の服が2ポーズかかったりするから、俺が2人いるみたいな。現場でね、ドラマの。うん。あったな。あったな。面白かったな。うん、だ俺も、あれでしょ、衣装からまた、私服に戻るときに、どっちで帰ろうかなって多分なってた。そうそう、言ってたわ。そのボケもうめんどくさかった。どっち着て帰ろうかな。どっち着て帰ろうかな。まあ、裸で帰れみたいな。あ、そういうでも後輩とかに、そういうのないの？あげたり。あげたりとか。あげたりしてる、でも。そうなるよね。うん、あ、ちゃんとあげたり。須田君の気持ちが分かっ。あげたりするんだ。そう、分かる。月日は流れた。うん、なんか、あ、こういう気持ちで、くれてたんだな、うん。そうだって、ケントさん服くださいみたいにいっぱいいるっしょ。いる。うん。あんまいないけど。あんま後輩いないけど。どっちたまに、時折。あ、でも別に、ケントのその後輩付き合いったらもうわからんね。いや、本当にいない。あの、本当に、佐野隼人。はあ、はあ、同じ事務所の佐野隼人と、舞台で一緒だった西目俊っていう。はい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 。その二人ぐらい。ジュノンの人だね、確かね。うん。そのぐらい。あ、でもまあ、いるんだね。後輩というか。まあ、後輩。年下。年下。うん。まあ、大使とかも
大志、まあ一応、うん、でも、もう、年下ではある。年下ではあるけど、みたいな。友達って感じ。まあ、会話できない先輩嫌やもんな。でもなんか、この人に相談しても会話できないもんな、みたいな。それ嫌やもんな、うん。いやいや、相談事とかされる？されるされる。お、ええー、うん、すごい俺、その時先輩面。あ、マジ？あのさ、うんうん、それはさ、うん、いや、だからその、今僕ちょっとお芝居、はい、悩んでて、はい、感情のそのなんか表現みたいなのと体とかがうまくできないんですよ、うん、みたいな。どうしたらいいですか、うん、みたいな相談とかどうすんの？心だよねって言って。ハートじゃんって。うっす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 じゃん。あっさ。心だよねって。心じゃねって。うん。うん、マジで。お前、いや、もっとちゃんと話してるよ。いや、もうセンスだけやん、こいつ。半端ねえセンスなんだな、やっぱり。やっぱ、半端ないんだね。いや、それ知ってたよ。センス半端ねえのは知ってたけど。マジで、すげえな。いや、でもちゃんと話してる時は話してる。いや、それをやってよ、じゃあ、それをやってよ。うん。どうしたらいいですかっていう。現場とかの言い方とか。あうん。須田くんって会ったことあるってまず聞いて。須田くん、見習った方がいいよって言うかな。あ、ちょっと待って。どういうことそれは。え、ちょっと、うん。俺に聞くより。いや、だから、話してないって、話しててないってことでしょ？なんでなんで。要は、いや、今別に。また嘘？いや、嘘。また嘘なの？ええ、なになになに、ええん、泣いた？助けて。なになになに、泣いてる？なに、どうした今日。あれ？なに？泣いちゃったの？え？泣いてないけど。あれ？ちょっと待って、もうやめるわ、これ。この、大きくなるやつ。違う違う違う。俺は何、勝手にお前がやってるとかも、うーとかも、聞いてないと泣いたりとかも、全部、勝手にやるから。うん、どうした？本当に、後輩のね、話でしょ、うん、そうそう、話とか相談とかされる。そうそうそう、される。私、山崎賢人さんに憧れてこの世界入りました、みたいな、いっぱいいるはずだから。うん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 。なんかアドバイスくださいとか言われた時に、どうすんのかなと思って。いや、でも、あんまり言わないかもしれない。なんか。だから、その、薄言うって。言う、ね、うん。言う、何かしら言うって言ってたやん、っていうか。あ、そっか。うん。言うって言ってたやん。言うって言う、うん。ちゃんと語るよって言ってたやん。言ってた。さっき。うん、確かに。うん。うん、なんか一回言われたのは、うん、自分がこんぐらいの時期に、どういう感じでしたみたいなこと言われて、23、4みたいな。はいはいはい。いや、俺はその時はもう、めちゃめちゃ忙しくて、うん、ただ一個一個、頑張ってただけだよ、みたいな。うん、23歳何やってた時ぐらいだろう。でもなんか、めちゃめちゃ多分、なんだろう、漫画の、まあ、今、まあ、映画とかバンバンやってた時か、最初の。やってた時。うんで、まだそのジョジョとかやる前ぐらいの、少女漫画の原作とかをやってた時の多分時期に何を思ってましたみたいなこと言われて、うん、いやもうただただやってたよみたいな。めっちゃ真面目。いやいや、それはそうだよ。うん、それはそれで、じゃあどんなこと言うのかなと思って聞いてるから。それで、その時の仕事選びみたいなのってどうしてましたって言われたから。ああ、いい質問だね。そう。そういう中でのね。うん、うん、今は、その、どういう作品に出たいとかは、その、選ぶっていうか、うん、まあ自分も話を聞きながらやってるけど、その時は、選ぶっていうよりは、そこまで自分の意思はあんまなかったかな、みたいな、ことを伝えたりして、そうっすよね、みたいな。頑張ります、みたいな。
感じになってた、その子は。今解決した？解決した。解決し、してた。え、だから、何にも言ってないよね。俺何も言ってないんだね。結果ね。今は一緒だったかな。何にも言ってなかった。うん。あ。し、そいつも何も聞いてなかった。あ。じゃあ、うん。あ、なかったのかな。いや、なかったことはないとは思うけど、まあそういう時もあるんだろうなっていう。あ、じゃあ、それやばい。何？時間だ。何その時の魔術師みたいな急に。え、本当にすいません。え、お前何今の、何何その感じ。怖いんだけど、マジで本当ジョジョみたいな能力。本当に怖っ。ケントでした。オールナイトニッポンを聞きの皆さん、こんばんは。三四郎の間修司です。小宮浩信です。オールナイトニッポンではこの時間に企業とコラボ企画を実施するコラボレートニッポンを放送中。今月は僕たち三四郎が担当しています。コラボパートナーは M ホールデム。サミーが開発したポーカーの一周テキサスホールデムを楽しめるアプリ M ホールデムからの依頼は、 M ホールデムをきっかけにポーカーの楽しさを知ってほしいということで、それを受けてお送りしているのがこちら、日常ポーカー。何かと何かを組み合わせて役を作ったり、勝負の時にチップをかけるベットなどのルールがあるのがポーカー。このコーナーではそんなポーカーのルールを日常でも見つけたというメールを送ってもらっています。メールが採用された方全員に M ホールデム目黒オリジナルトランプをプレゼントしています。それでは早速メール紹介していきましょう。はい、ラジオネームスズムシですね。はい、役ですね、これは。サッカー部のサイドバック、うん。陸上部のハードル走、男子バレー部の男子マネージャーの運動部スリーカードと、吹奏楽部のファゴット、演劇部の照明係の文化部ワンペアで、きっと周りの同級生より精神的に大人なやつがやっている初手で選ぶにはいぶし銀な部活動のポジションのフルハウス。なるほど。ちょっとなんかやっぱ大人の人がやってるイメージ。ね、一番最初それっていうね。うん。渋いよね。一番最初やっぱサッカーとか、バスケットとか、なんかまあ身近にある漫画とかから行くけれども。だとしても、まあ、ミッドフィルダー、フォワードやりたがるよね。うん。サイドバック、渋いね。サイドバック。ファゴット。うん。なんか、大きい、でかい。楽器みたいなね。ロケットランチャーみたいなやつ。男子、ね、バレー部の男子マネージャーっていうのはすごいよな。いるよね。レギュラー落ちした人が。まあでも自らやってる人もいる。いや、うん、わかるよ。っていう。演劇部の照明係なんてもう、いぶし銀すぎるでしょ。うん。輝かせたいっていうことだから。いぶし銀だな。いぶし銀だね、これは。うん。精神的に大人すぎるよね。大人だな。それかこのもう支える側を本当にやりたい、どうしてもやりたい、うん、まああと兄貴がいるとかね、なんかそういうのあるよね。兄弟とかにも寄ってっていう。兄ちゃんが取っちゃってるから、うん、そうそうそう、そかそか、そこの道選ぶしかないっていうね、うん、なるほど、うん、さあ、この企画の詳しい情報はオールナイトニッポンのホームページをご覧ください。 URL はオールナイトニッポン .com、 オールナイトニッポン .com です。なお、アプリ M ホールデムは無料で遊べますので、お使いのスマホでダウンロードしてみてください。それではまた明日。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉のオールナイトニッポン。この番組は長州産業、ユニバーサルスタジオジャパン、 UACJ、 ワンカップ大関、昭和産業、種の滝、ブルボン、エイブル、下花物流、日本電気ガラス、
以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。山崎のオールナイトニッポン、そろそろお別れの時間です。山崎健人来てくれました。何あの帰り方。ケントでしたつって帰ってたけど、何あの去り方、なんか謎やったな。時間は変な把握してるし、なんかちょっと窪塚入ってたよね。ケントでした。なんか入ってたよね、最後の帰り方ニヤニヤしながら。そんな生きれる感じで終わってなかったと思うけどな。おかしい。ラジオネームぐるぐるソーセージ、え、時間だって何、あの人この後データの粒子になって消えたの。あ、時間だ。ファー。え、そんな感じやったよな。急にふと何を思ったのか、いや、みんな見えてないかもしれんけど、あいつ別に時計を気にしてたり、なんかブースの人としゃなんか 目線合わせたとかじゃなく、急に喋りながら、あ、時間だ、ファー、ケントでした言いながら消えていった。なんか消えてったなあ、いつ。でもよくわかんない。ラジオネームのろのろたぬき、山崎健人さん本当に最高でした。また何か機会があれば健人さんのラジオ聞きたいです。うわー、大きくなっちゃったよ。嘘ついてるやんけ、お前。嘘ついてバレてるぞ。ラジオ、健人さんのラジオ聞きたいです。あ、嘘ついて大きくなっちゃってるじゃん。聞きたくないんじゃん。本当に最高でしたが嘘じゃん。何あのルール。いや、マジびっくりしたな。いや、俺の知ってるケントはあんな感じじゃなかったからな。あったんだ。いや、僕も初見でしたよ。あんな嘘ついて大きくなるから。見たことないから。ラジオネーム別れ際ちょっとムキになる。これもしかして、逆に須田がラジオ下手すぎて山崎さんが何言ってるかわからなくなってます。いや、それは絶対ない。それは絶対ない。いや、それはないよ。その、なんていうの、過去2回と違うじゃん。だから違うよ。それは100歩譲って、それは絶対ない。過去2回ケント来た時こんなんはなかったからね。全然違う。あ、またね、またね。またね。うん。わかった、もう帰って、もう結構時間ないから。2月ね、2月会おう、ね。どうすか、帰って、早く。2月会おうね。来週、いや、長山瑛太さん来てくれます。というわけで、こんなんなってもた。というわけで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでの相手は菅田将暉でした。ほな